皆さんおはようございます。おはようございます。いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録の方もね、本当にありがとうございます。本日は、我が家のねバラ庭紹介、遅咲き品種編ってことでね、お庭の方を、紹介していきたいと思います。それでは動画の方どうぞ。はい、こちらね我が家の、玄関前になりますね。日陰花壇にホワイトメイリーランド、あとはね鉢バラの方がレイニーブルーですか、まあ、咲いてるんでね見てみましょう。はい、こちらね、ホワイトメイリーランドになります。ここのね、花壇は日がね全く当たらないんでね、このねホワイトメイリーランドは日陰でも育つ、集計バラになりますね。ちょっと寄ってきます。お花の方ね真っ白で日陰でもねよく映えるんでね、こんな感じのねお花ですね。房で咲いて、ただねつぼみもあります。いいですね。結構花弁数多いんですね。でね、枝がね結構しなやかでパンツル製ですか。なんでねこう支柱を立てて、今はね仕立ててますけど、この先どう仕立てていこうか考えてる感じですね。まだねこれからどんどん大きくなるんで、ちょっと検討中な感じです。じゃあ隣行ってみましょう。はい、隣行くとね、鉢バラが5個置いてあって、右からナイマ、ドンファン、レイニーブルー、イントゥーリーグ、サフィレットのね順番で置いてあります。でね、ドンファンの方がね2番花咲き始めたんでね、ちょっと見てみましょう。これね2番花です。真っ赤ですね。もうちょっとで満開かな。でねつぼみの方もここに1個、こちらの方はねベーサルシュートですね。ここでピンチして伸びた感じですね。で、2番花の方ね、もうちょっと咲いてきたらまた紹介の方したいなと思ってます。いいですね。で隣行きますとレイニーブルーになりますね。いいですね。藤色のロゼット咲き。こんな感じです。レイニーブルーはね、はるばら紹介の方でね詳しくは紹介してるんでね、見てもらえるといいと思います。いいですね、藤色。ブルーローズは好きですね、私は。で、隣行きますとね、昨日ですか、配信しましたけど、イントゥーリーグ、サフィレット、がね、セットで置いてあるんで、早く大きくなってほしいですね。はい、続きましてね、ターバラ。花壇になりますね。で右の方にねクイーンエリザベス、で株元にマチルダの方がね1番花は終わったので、もう剪定してます。はい、こちらクイーンエリザベスになりますね。樹高がね160センチぐらいかな。大きいですね。
で直立なんでね、あのまっすぐビューって伸びて、うん、なんでね、植える場所はあの奥側っていうんですか、うん、自分はね、クイーンエリザベスの前に、マチルダ植えてますね。で、クイーンエリザベスね、こうハイブリッドティーローズで大輪ですか、で房で咲くと、うん、こんな感じです。いいですね、ピンクで。うん、でね、クイーンエリザベスもね、個別でね紹介してるんで、そちらの方見てもらうといいですね。咲き始めはねこんな感じで、うん、で開いてくるとこんな感じですね。もう割り掛けかなこれは。うん、はい、隣行きますとね、ピエール・ド・ロンサール・ツル・アイスバーグのねフェンス仕立てになります。その前に、ギール・モバさんが、植えてありますね。はい、残念ですけど世界一愛されているバラピエール・ド・ロンサール、まあ、あと3つか4つぐらいしかありませんね。頑張って咲いてくれてたんですけど、はい、これはね、綺麗にまだ咲いてますね。カップ咲きですか、可愛いですね。うん、まだね、つぼみもあるんでね、こちらの方がね、楽しみたいなと思います。ツルアイスバーグの方は、うん、まだね、ちらほら咲いてくれてます。このアイスバーブシリーズはね、花付きがねものすごくいいんでね、うん、まあこのツルアイスバーブがね一期咲きなんでこれで終わってしまいますけど、うん、フロリバンドのねアイスバーブだったり、まあ、花付きがいいんでね、どん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 咲いてくれますね。はい、こちらねギールモパッサになります。こんなソフトピンクのね、カップ咲きからロゼット咲き、草咲きですね。うん、でね、香りの方がね、青リンゴのね香りがするんですけど、珍しいですよね。いっぱいつぼみありますね。うん、こっちにも愛されてます。で、隣行きますね、こちらオリーブの木なんですけど、お花が咲いてますね。うん、はい、オリーブのね株元に、グリーンアイスで、ピンクのねコルダラが、植えてあります。グリーンアイスの方ね、行ってきましょう。やっぱね、グリーンアイスってだけあって緑、薄いね、グリーンが入ってる。うん、でね、こちらもね、あの枝がね、しなやかなんでね、仕立て方ですか、まあ今支柱立ててますけど、どう仕立てていこうかなって感じです。いいですね、ポンポポンポ咲きっていうんですか、うん、次から次へと、いいですね、バラのグランドカバーって感じですか。で隣、これはねコルダナですね。これ我が家の一番花になりますね。4月ね頭ぐらいから咲き始めて、うん、ポン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 咲いていてくれてね、でピンクの濃い感じですか、うん、なので遠くから見てもね結構目立ちますね。花数も多いし、うん、いいですねコルダナ。はい、隣行きますね、イングリッド・バーグマンと、
アイスバーグ、はい、もう残念ながら花5選手終わって、はい、2番下に向けてね準備を整えてる感じです。パンジービオラがね早く2番下避けようって言ってきてますねうん、またね、コラボしてくれるとね期待しましょう。はい、こちらね、お店玄関前になりますね。ウッドデッキにねミニバラが3つ、うん、でこの手前にね、この洋風の鉢に寄せ植えしてあるんでちょっと見てみますか。はい、もうバラにねバラに気を取られててね手入れできてない、これマーガレットですけど、はい、手抜きですね、これいかんですね。で、ウッドデッキにねミニバラが3つ、うん、この赤いのはねコルダナですね、赤の、うん、いいですね、7センチ8センチくらいかな、うん、でその隣行きますと、こちらサクラになりますね。すごいですね花の数、まだまだつぼみもありますし、うん、でこの子ね、6月1日に、我が家にお出迎えしたんでね、バラ育成私も6月1日この子と一緒に始めたんで同期になりますね。すごいですね、うん、で、その隣行きますね、微笑みになります。こんなはっきりしたピンクの、またねこれもたくさんお花咲かせてくれるんでね、うん、いいですね微笑み。はい、でこちらね、お店玄関前の自作花壇になりますね。こんな感じですね。じゃあね花壇の中見ていきましょう。はい、一番ね手前に植えてあるこちらローズポンパドゥールですね。で隣ねこちらクロードモネ、うん、まだちっちゃいんでね秋ですね。でこれ、アイスバーグですね、フロリバンダ、うん、で、その後ろにねフェンス、あ、フェンスじゃない、アーチか、アーチに誘引してある、シンデレラになりますね。で、ジギダリスで中も見ていきましょうか。でね、アーチの、真ん中ってですか、うん、これノバーリス、うん、秋に期待ですね。でその隣、こちらねバーガンディアイスバーグですね、うん、で、アーチのね後ろ側キングローズになります。いいですねローズピンクで、うん、目立ってますね、うん、でまあ、あのジキータリスがあって隣が、こちらルシエルブルーですね、うん、こちらもね秋には咲かせたいですね。で、オベリスクあるんですけどこれねモルタルで固めて固定してあります。うん、で株元の方に、こちらダフネですね。今ね一生懸命枝伸ばしてるんでなんとかね秋には誘引して咲かせたいなと思ってます。はい、でウッドデッキのね前にも、バラの方を割ってるんでね見ていきましょう。こちら、シエラザードになりますね。我が家2本ありますねシエラザード、うん、でね、ウッドデッキに誘引してるこちら
内間ですね。うん、いいね、ベーサルシュートが伸びてて伸びてて、はい、150センチぐらいかな。うん、まあつぼみつけてるんですけど、ピンチしないといかんですね。で、隣行きますね。こちらはノバーリスですね。なのでうちノバーリスが2本。うん、このビヨーンと伸びてるのこれベーサルシュートですね。うん、で隣行きますと、こちらね、ローズポンパドゥールなんですね。だいぶ大きくなりました。うん、でこちらの方はね、後ろのウッドデッキの方にね、誘引していきたいので、まあ、枝を伸ばしてる感じですね。うん、で我が家の間にブルームストーンがあるんですけど、ここはね、一日中日が当たるんでね、こちらの方に今移動してます。でね、もうつぼみの方もね、全部剪定しちゃって、うん、まあ、無駄なね、ちょっと体力使わせないようにして今様子見てる感じですね。うん、なんとかね、2番花綺麗に咲かしてほしいなと思ってます。はい、こちらね、レッドレオナルドダヴィンチになりますね。うん、だいぶね、つぼみの方も開いてきましたね。赤ピンクって感じですか。やっぱ赤ではないですね。うん、つぼみはね、赤いんですけどね。うん、いいですね、いっぱいあって。うん、お花の方はこちら咲き始めぐらいですか、ロゼット咲きで。うん、あ、いいの、こちらこんな感じですね。うん、赤バラね、好きな方おすすめですね。フロリバンダでつぼみいっぱいつけるんでね。で、まだまだね、つぼみの方たくさんあるんで、うん、楽しみですね。はい、こちら、世界一ね、愛されているピエール・ドゥ・ロンサールになりますね。まだね、頑張って咲いてくれてますけど、結構ね、もう終わりを迎えてますね。はい、今こんな感じで咲いてます。いいですね、咲き始めはこんな感じでカップ咲きですね。で、咲き進んでくると、まあ、これ終わりがけですけどね。うん、ロゼット咲きになって、一期咲きなんでね、1年1回なんで、うーん、寂しいですけどね。でもね、こんだけ立派なお花咲かせてくれたんでね、これなんてまだもう今から咲く感じですね。うん、でね、つぼみもね、まだちらほらあるんでね、こちらもそうですし、こちらも、うん、なんでね、もう少しね、楽しませてくれそうですね。はい、こちらね、我が家の北側の、フェンスにですね、フランソワ・ジュランビルで、奥がね、ドロシー・パーキンスが植えてあるんですけどね、まだね、ドロシー・パーキンスの方がね、つぼみの状態なんで、まあ、開花したらね、春バラ紹介の方でね、動画の方はアップしようと思ってます。はい、紹介の方ね、終わりました。これでね、春バラの方もね、随時、終わっていってしまうんですけども、うん、2番花ね、咲いたらまた
動画の方ね配信して皆さんにお伝えできたらなと思ってますね。なべちゃん2番か早く咲いてくれるといいね。うん、2番か楽しみだよね。皆さんも楽しみにしててください。それでは、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日会いましょう。さようなら。さようなら。